シルデナフィル、シルデナフィルは、勃起不全及び、肺動脈性肺高血圧症の治療薬である。先発薬としては、ファイザーのバイアグラが、商品名、商標として、肺動脈性高血圧症の治療薬としては、レバチオが、商品名として用いられているほか、ファイザーの日本での特許切れにより、各社からの後発医薬品も存在する。 投与はいずれもクエンサンジオの形態で傾向にて行われる。シルデナフィルは1990年代前半、強心症の治療薬として研究、開発が始まった。第一小臨床試験において、強心症に対する治療効果ははかばかしいものではなく、試験の中止を決めるが、被験者が余剰の原薬を返却するのを渋り、理由を問うたところ、わずかであるが、 陰形の勃起を促進する作用が認められ、これを適応症として発売されることとなった。1998年にアメリカ合衆国で販売を開始、発売直後からマスコミやインターネットなどで夢の薬、画期的新薬と騒がれ、日本にも多くの個人輸入代行業者の手によってもたらされるようになった。日本では、 アメリカ合衆国での市販から間もない同年6月頃より、狂心症を患って、ニトログリセリンなどの硝酸エステル薬を服用しているもの、主に高齢者が、個人輸入で入手して、性行為を行った直後に、心停止に陥り死亡する事例が数件発生した。このため、医薬品の安全性を図るべく、医師の診断、処方箋が必要となる医療用医薬品、 処方箋医薬品として正規販売する運びとなり、厚生省は併用近忌による副作用し、薬害抑止の間もあり、日本国内での臨床試験を実施せず、アメリカ合衆国の承認データを用いるスピード審査を観光し、1999年、平成11年1月25日に製造承認、3月23日よりファイザーから医療機関向けに販売された。 このスピード審査は、それまで治療上の緊急性が高い、高 HIV 薬などに対して行われていたものだった。一方で、安全性の確認がなされていた、蛍光否認薬の医薬品認可申請が、10年以上に渡り却下され続け、1999年、平成11年6月2日に、ようやく承認された。このため、女性に傾向否認薬を気軽に与えると、 複数の男性と性行為をするようになることが予想されるため、傾向否認薬の承認はあえて遅らせたのではないかとして、各種団体、医療従事者などから、この決定が恣意的であると疑問視する声が上がった。バイアグラ、シルデナフィルは、生体内で、環状アノのン一輪酸、CGMP の分解を行っている小型、ホスホジエステラーゼの高素活性を阻害する。 これが陰茎周辺部の脳作動性神経に作用して血管を拡張させ血流量が増えることによって機能すると考えられている。勃起不全の症状がある場合、この薬を性行為の30分くらい前に服用すると陰茎が勃起し、性行為が正常に行える。ただし、性的なビドーがない場合や陰茎に対する適切な物理的刺激がない場合は勃起は起こらない。 また性的な気分を高揚させる効果はない。この薬は陰形の勃起に効果はあるものの精液の量を増やす効果はなく、射精時にあまり精液が出ない、いわゆる空打ち状態になると射精の快感は半減する。シルデナフィルは陰形に限らず脳を介した血管拡張を促進する作用があることから現在手術の疾患に対する適応が研究されている。 その例としては、慢性心不全、肺高血圧症、特に新生児、心室中核血損傷や動脈管改造症や、改心術中、術後、急性肺障害などがある。肺動脈性肺高血圧症治療薬のレバチオは、2008年4月より発売されている。作用メカニズムは、狭心症の治療に用いるニトログリセリンなどの、 小酸エステル契約剤と同様のものであるため、副作用として、血圧の急激かつ大幅な低下により、ショック状態となることがある。特に動薬服用時に、強心発作に見舞われ、救急病院に搬送された際、服用者が動薬使用を告げずに、小酸エステル契約剤を投与され、症状が悪化、最悪の場合には死亡するケースも見られる。 ファイザー側はこの同薬に関する問題に対して、医師、薬剤師への近畿情報の提供を行うとともに、浄剤パッケージ裏に、ニトログリセリン等硝酸エステル契約剤との併用ができない旨を記載している。需要競争、勢力競争を謳った健康食品、サプリメントの中には、シルデナフィルを含むものもあり、厚生労働省が注意喚起している。 アメリカ食品医薬品局は2007年10月18日、男性性的不全治療薬の服用で突発性難聴になる恐れがあると警告し、ファイザー、バイアグラ、イーライリリー、シアリス、一般名、タダラフィル、バイエル、デビトラ、一般名、バルデナフィルの3商品に対し、品質表示ラベルや取扱説明書にリスクを詳しく記載するよう求める方針である。 バイアグラは1990年代末から2000年代にかけて世界的なセンセーションを巻き起こし副作用による死者、違法な販売、偽物が出回るなど社会問題にもなった。日本では2014年、平成26年5月にバイアグラとしての成分特許が切れたことから、それ以降は合法的な後発医薬品、ジェネリックが発売、流通されている。 ただし国内での入手には医師の処方箋が必要な処方箋医薬品である。日本国内の医療機関で処方されている在型は 25mg 上または 50mg 上、1上に 25mg 内脂は 50mg の有効成分が含まれるだが、ファイザーが米国東海外において製造、発売している在型は 100mg 上もある。しかしこの1 0 0上は 日本国内での製造承認は出ておらず、日本の医療機関では処方されない。日本で正規に入手するためには、医師の処方箋が必要な上、健康保険による、調剤報酬の適用外で自由診療、保険外診療のため、各医療機関が価格を定めることができる。1999年、平成11年の発売当初は、泌尿器か、性病科や、 一般内科などの医師が医薬情報担当者から説明を受けるなど、専門知識を習得した特定の診療所、病院の診療科において患者が問診と血圧測定などの生理的検査を行い、ED と確定されれば処方される仕組みのみであった。なお、この検査において基本的に陰形を医師の前であらわにしたり、触診させる必要はない。その後、 2000年代以降は一部の美容外科や診療内科を中心に依頼すれば簡単な問診だけで医薬品を処方する診療所も見受けられる。一方、用途の関係から医療機関や処方箋を調査薬局へ出向くのが恥ずかしいと思い込む者もおり、依然として個人輸入代行業者による販売が行われている。こうした業者の販売する薬物からは、 偽薬あるいは海賊薬が発見されることもある。勃起不全は男性にとって同一性への脅威であるとともに、専門医に対しても相談しにくい症状である。このためインターネット上の通信販売などにおいては、常に一定量の需要があり、それを相手とした市場も存在する。その一方で、迷惑メールなどの宣伝行為を行う、全室の個人輸入代行による業者も多く、 これら業者の活動が一般のインターネット利用者からは問題視される事態も発生している。特に迷惑メールでは無差別に送信されることもあり、また、用途、性行為に関する不具合を改善する治療薬に絡んで、本来これらの情報に触れるべきではないと考えられている児童等に対しても種の広告が届くこともあるため、現代におけるネット上の社会問題となっている。 一方、同薬の効能が世間に広く知られるにつれ、偽物の薬品を高値で売りつける業者もあるとされ、こちらも問題となっている。また、日本国内では販売が認可されていない 100mg 錠を扱う業者もあり、2003年10月6日には、同錠を扱った仙台市の業者が逮捕される事件も発生している。また、 2013年には、偽物のバヤグラを、中華人民共和国在住の兄弟を通じて、密輸入しようとした男性が逮捕されている。成分がバヤグラと同等とされる薬品も、発売されている。インドのアジャンタ社が製造しているカマグラ、ランバキシー社のカベルタ、ザディスオリタック社のペネグラをはじめ、複数のものが発売されている。一般的に薬品に関する特許には、 成分特許と製法特許の2種類があるが、インドでは製法特許だけ認めているため、成分が全く同じ化合物であっても、製法さえ異なれば合法的に薬品を製造販売することが可能である。そのため、インドでは多くのコピー薬品が作られ正規の薬品よりも安価で販売されている。コピー薬の効果はほとんどバイアグラと同じであるが、価格は おおむね6分の1ほどである。これらも、バイアグラ同様に、個人代行輸入業者が取り扱っており、個人的に使用する目的で輸入することは、合法である。なお、これらのコピー薬は、後発薬品、ジェネリック薬品には当たらない。成分特許を認める国においては、シルデナフィル自体の成分特許が有効であり、コピー薬を日本に輸入、販売することは、 特許発明の実施とみなされ、特許法に反する。日本国内での転売は、薬事法による取締りの対象ともなる。インド等で合法的に製造されている薬とは別に、ファイザー社のバイアグラに似せた偽造品、ファイザー、VGR100 などと書かれた青色の錠剤も出回っている。シルデナフィル含有量や製造過程での衛生管理、品質管理に、 問題のあるものも多い。シルデナフィルに関して、ファイザーが有する特許のうち、日本国内におけるシルデナフィルとしての物質特許は、2013年、平成25年5月17日に満了。勃起不全治療薬バイアグラとしての用途特許は、2014年、平成26年5月13日に満了した。そのため、バイアグラの後発医薬品、 ジェネリック医薬品の発売が日本でも合法となり2014年平成26年5月には東和薬品から日本初の後発医薬品がアドジョーで発売されその50社以上から一般成分名製剤シルデナフィルジョー25マグビ会社名シルデナフィルジョー50マグビ会社名の販売名で発売されている楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。